はい、ミスターまゆみさん、ミス、速稼塾の久保でございます。本日はですね、やっぱりこう自分がどうしたいのかちょっと考えるということでお心をいただいたんですけども、あの背水の陣って昔から言いますよね。退路を断ってそれでこそ突破できるものがあるというふうに言いますね。ただね、そういう考え方もあるんですけども、一つ事業をしたりとかね、それから投資をしたりとかって考えると、近代ではですね、あのリスクヘッジ、そうならなかったらどうするっていう風なね、防御策っていうのも大事だよっていう風になってますよね。どちらかというと私はこっちなんではないかなと思ってるんですよ。そうならなかったらどうする、自分の思ってる通りにならなかったらどうする、思いもかけないようなことが起きたらどうするっていうのね、いくつでもいくつでも考えたことによって、まあ、こっちの道がうまくいかなくてもこっちがあるよ、こっちがうまくいかなくてもこっちがあるよっていうふうに、退路を断つんではなくて、やっぱりね、こう第2案第3案っていうふうに構えておくっていうのが、まあ本当なんだろうなと思うんですよ。まあ結果的に見ればね、私はそのどちらかというと背水の陣に近いことをやってきたんですけども、ただやっぱりこれはね、今思えば人にお勧めできることでも当然ないですし、私自身も今振り返ってみるとそれはやっぱりなかなかできなかったかなと思いますよね。もうある意味もう自暴自棄とかやけっていうところが私にはありましたんで、やってこれましたけども、まあ回数がですね、冷静に考えたら、失敗することっていうのを、まあ計算に入れておかないとこんな危なっかしいことはないなと思うわけなんですよね。まあそういうこともありますんで、まあ、ミスターアメさん、今の時点でどうするって志はあってもいいんですよ。志はあってもいいんだけども、現実そうならなかったらどうするっていうのも進めていかないと、これはなかなかビジネスとか投資とかっていうものではないかなと思うんですよ。で私も盛んにですね、リスクヘッジって言ってきましたんで、やっぱそう考えると、今例えばね、会社に勤めているリスクヘッジとしていつでも独立起業できる、こういうふうなね、スキルを培っておくっていうリスクヘッジの方法はあると思うんですけども、これをかなぐり捨ててまだ実績も立てていない夢と希望だけでこっちに走っちゃうと、まあはしごが外れた時にね、どういうふうにその後自分の身を処していくのかっていうのが非常に困りますんで、ここでミスターまゆみさんがね、突っ走るぞって気持ちしかなくてダーッと行く、それも一つなんですけど、今ここで冷静にちょっと待てよと思えたということは、その気持ちにね、しっかりと耳を傾けていくべきかなと思いますし、まあ周りの方のね、考えを聞いていく、家族、奥さんの考えを聞いていく、これも私はね、まあ本当その通りだと思います。ミスターまゆみさんは個人でもあるんですけども、一家の長でもあるんですよね。ミスターまゆみさんの行動っていうのは家族の行動なんですよ。だからもう個人的な行動、個人的な思考はあってもいいんですけども、個人的な行動を家族に巻き込んでしまってはいけないので、家族の意思として決断するべきだと思います。で、おそらくですね、どっかのビジネスセミナーとか行くと、いや奥さんとかはビジネスで成功したり独立で成功したことがないでしょって、そういう人の意見を聞いても参考になるんですかっていうふうにもっともらしいこと言うんですけども、いやいや、でもそういう人を抱えながら生きてるんだったら、そういう人の気持ちも受け取りながらやっていかなくてはならないというふうに私は思うんですね。だからね、希望ばっかり持たして、えいやって背中を押すだけではなくて、そうならなかったらどうするっていうのもきちんとね、考えていく、そういうものも担保していくっていうのが、個人事業主というかね、一人で生きるための大事な方法だと思うんですよ。だからね、何でもかんでもね、なんですか、突っ走ればいいってもんではないと思います。ですから今回の判断、本当に必要だと思いますね。私はいつもそれをお勧めしています。独立して用意どんでいけばいいってもんではないんですよね。リスクヘッジなんですよね。ミスターまゆみさん、そこはね、誤解なく今回、受け取っていただいたんだろうなと思いますんで、そんなね、まだ焦ることはないです。志あってもいいんですよ、希望あってもいいんですよ。でも現実そうなってるわけではないんで、そういうふうになってるわけではないんで、まあ、徐々にね、こう自分でもやっていけるっていうこのスキルを培っていく、その時間を今勤務しながら作っていくべきだと思いますね。これは他の多くの方にも言えると思うんですけどね。でもう知名度ってのがあるわけですから、人生にはね、特に40あたりを過ぎると、負けられない挑戦ってのがあるわけですね。それはやっぱり守るべきものを抱えていたら、
挑戦して失敗しただけでは済まないものもありますからね、まあちょっとくどくどと言いますけども、今回はね、私はね、まあ、嫁さんのその考え、お考えね、本当その通りだと思います。まああの、じっくりやっていきましょうということですね。はい、では以上です。